おはようございます。川瀬のさんです。はい、今日は7月の1日ということで、とうとう、7月になっちゃって、はい、で最近はずっと雨が降っているので、涼しいうちになんとか片付けを終わらせたいなと思って頑張っているんですけど、でもほとんど片付け終わってるんですよね。きゅうりもミニトマトの方も殻も出して片付け終わってます。はい、あとはね、この黄色くなったバナナみたいなキュウリを今拾って出していってるところなんですけど、で農家さんによってもキュウリの殻ってね、そのまま耕運する人もいると思うし、外に出すっていう人もいると思うんですよね。でうちもクリップも全部外して殻引っこ抜いて全部で、だいたいこの柱3本1、2、3本ずつ置きぐらいでハサミで切っていって丸めてから出していったんですよね。でキュウリの場合、乾いたらすごく軽くなるので、トマトとかよりもね、全然軽くなります。だから片付けやすいです。うちはずっとミニトマト栽培をしていたので、キュウリをやってみて分かったんですけど、キュウリの方が圧倒的に片付けやすい。はい、キュウリが落ちてたとしてもトマトの数よりかは全然少ないので、こっちの方がね、作業がしやすいんですけど、でキュウリの殻耕運するか出すか迷ってる人とかいると思うんですけど、僕の場合はやっぱり出しますね。何年も同じところに同じ作物を、ハウス農家さんとか植え続けると思うんですけど、大体4年後ぐらいになってくると連作障害とかがね、出やすいって言われるんですよね。同じところに同じ作物を植えると栄養が偏ってしまったり、同じ病原菌とかがね、土の中に残ってしまったりしてしまうと、それが次の時に悪さをして病気を引き起こしたり、あと収量が減ってしまったりという、何かしらの障害が出てしまうっていうことで、出やすいっていうことで、うちはなるべくやっぱりキュウリをね、耕運してしまうとその成分がずっと溜まってしまうので、次4年目なのでちょっと僕も怖いなと思って、毎年キュウリとか、そういった殻は出すようにはしています。根っこの方も抜くようにしてるんですよね。ハサミで茎を切っていくっていう人もいるとは思うんですけど、根っこの方にも病気があったらいけないので全部抜いてから、あとは外の方に出してます。だからこういったキュウリも一応一つ一つ拾って出すんですよね。今はこういった最後残った殻とかを分解してくれる肥料とかもあるとは思うんですけど、一応念には念はと思って出していきます。ただこの通路に敷いている藁、こういった藁はそのまま一緒に耕運していくんですけど、これですね。はい、だから片付け方法とかも農家さんによっては違うと思うんですけど、はい、自分がやりやすいようなやり方とかが一番いいんじゃないかなと思います。こんな感じで、あとはね、拾うだけなので、ようやく片付けも終わるんじゃないかなと思います。なるべく涼しい時に片付けはやった方がいいので、暑くなってくるとすごい大変なので、なんとかね、ここまで終わってよかったですね。はい、はい、ちなみになんですけど、こちらタンクに入ってる肥料、これ2年前に頼んだトミーの688なんですけど、確か688、まだ肥料が残ってるので、次自作もこの残った肥料を使っていこうかなと思っています。このタンク1トンタンクで頼んで、半分でもできると思うんですけど、多く頼んだ方が値段が安くなるので、1トン2年前に、ね、頼んだんですけど、まだ残ってるということで、はい、で初めての方とか肥料、そんな1年経つと効果あるのかなって思う人もいるかもしれないんですけど、今のところまだ大丈夫かなと思います。はい、次でまたこっちもね、3年目になってしまうんですけど、あと残り、減らして使っていこうかなと思います。よかったら参考程度にしてみてください。はい、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。